今日はちょっと実験的にというか、僕はアートをやっているので、アート作品を制作したりもしているんですよね。で、その作品をこの YouTube で販売してみてはどうかと、そういうこともちょっと思ったので、それをやろうと思うんですけど、この作品です。ピクチャーっていう作品なんですけど、一応絵画、額の中に入っている絵っていうことなんですけど、現代アート作品として僕はこれを制作しています。ちょっと詳細がこのカメラではこうぼやけてしまうので、また後で編集でこうシャキッとした画像が出るようにしておきますけど、まあアートの中心ですよね、絵画っていう表現っていうのは。で、その表現方法、表現スタイルっていうものはもう出尽くしているっていうんですかね、いろんな表現手段とか、抽象画であったり、具象画であったりっていろいろ進んでいったんですけど、それの最先端って言ってしまうのはあれなんですけど、この色のピース一つ一つは全部絵の具で制作しているんですよね。なので僕はこれを絵画とこうしてしまおうと。絵画っていう概念に含まれるんじゃないかと。で、このような表現スタイルをしている作家っていうのは僕の知る限りいないんですよね。唯一無二であるっていうんですかね。自分で言うのはあれなんですけど。そういう意味でも、おそらく見たことがない絵画だと思うんですよ。で、まあ、このディテールがしっかりとこう映らないんですけど、こう、近くで実物を見てもらえれば、このディテールの素晴らしさが分かっていただけるのかなと、こう、思うんですけど、そういう作品になっています。で、一応価格が3万円、プラス消費税の3万3千円っていうことなんですけど、この価格についても、もしこの企画がうまくいって、この作品欲しいっていう人が現れて、売れたら、次、もう、またこれのシリーズの新作を作った時に、値段を上げようと思ってるんですよね。どれぐらい上げるかはまだわからないんですけど、この僕らはこうアーティストっていうのはこの自分の作品の価値っていうのをどういうふうに上げていくのかっていうんですかね。それをいろいろ考えたりしているんですけど、ちょっとこういうやり方もいいんじゃないかっていうことで、売れたら値段を上げる、売れたら上げる、売れたら上げる。これをしていったらいつかは売れなくなると思うんですよ。値段上がってうまくいけばなんですけど、そしたらこの価値の限界はその辺であるのかと、そういうことが分かったりとかしてくるのかなと思うんですよね。まあ、アートの世界っていうのは全然別で、こう、プライマリーとセカンダリーってあるんですけど、今こういうふうに僕がこう、売るっていうのはプライマリーっていうことで、これを買った人が、オークションか何かに出して、値段が上がっていくと、セカンダリーっていうんですよね。で、世の中でニュースとかなっている何億で売れましたとかいうのは全部セカンダリなんですよ。買った人がオークションに出して値段上がっていってるっていうことで、作家自身はその利益の恩恵を受けないんですよね。作家が直でオークションハウスに出してる人もいるかもしれないんですけど、そういう人って多分稀なんですよ。だから僕らはこう作品を作っても、ギャラリーで販売する場合は、こう手数料が取られたりもしたりもするし、セカンダリーの他の人がオークションで値段が上がったって言っても、それの利益は直接僕らには来ないと。だから僕もアルバイトをしながら、生計を立ててはいるんですけど、そういう意味でも、こう値段を少しずつ上げていくっていうやり方をちょっとやってみたらどうなるのかっていうことも兼ねて、ちょっとやってみてるんですよね。まあ、今回のこれが、全く、箸にも棒にもかからないというか、欲しい人が全然現れないっていう可能性も全然あるんですけど、また概要欄に手続きというか、メールで知らせていただいたら、振込先であるとかそういうことをまあしようかなと思っているので、早い者勝ちっていうんですかね、一番最初に連絡くれた人が購入権があるっていうふうにしたいと思います。まあそんな まあ一人も欲しい人がいない可能性も十分にあるんですけど、価格は3万3千円で送料は僕が持ちますということで、手に取ってもらったらというか、見てみたら、なるほど、これは面白いなって思うと思うんですよね。
で、結構いいんですよね。いいというか、自分で言うのはあれなんですけど、その 部屋に飾っていても、結構いいと思います。自画自賛です。なので、アートの作品としては僕はかなり今のところお手頃な値段となっています。これが将来どんどん欲しい人が現れて、値段がどんどん上がっていくと、僕がどんどん楽になっていくと いうことなんですけど、とりあえずそういうことで欲しい方はぜひ概要欄に詳細を書いておきますので。あと、これのシリーズがあるんですよね。あと2点作っていて、その2点は東京の青山のパクパクワンっていうギャラリーで、ネット販売で扱ってもらっているので、もしこの形とこの中身が違うバージョンのやつを見てみたいっていう方は、またその概要欄にパクパクワンのホームページ出るようにしておきますので、そこでこのシリーズの違うバージョンがありますので、そっちが欲しい方はそっちで買っていただいたらって思います。そっちはプロというか、ちゃんとしたギャラリーなので、ちゃんとした状態で購入できると思うので、そういう方がいいっていう方はそっちで購入いただいたらと思います。で、これ自身はこの僕のこの YouTube からのメールで、こう YouTube 見ましたっていうことで連絡いただいたら、また詳細をお知らせしますので、まあサイズ感的にはもうこういうサイズですよね。そういう作品でした。で、ちなみにこの作品は6月に個展をしたんですけど、その時にこのシリーズ3点、この額が違ったり中身も違うっていうやつ、最初の3点は全部売れましたということで、一応その時も本体価格3万円の価格で販売していたので、その値段の価値は今のところあるっていうことなんですよね。で、こう次からこれが売れたらちょっとずつ値段を上げていこうと、そういうようなことを考えておりますっていう、自分の作品のを YouTube で販売してみるっていうずうずうしい動画で申し訳ございませんっていう話でした。以上、欲しい方はぜひ、ご連絡いただけるとありがたいです。概要欄に連絡先を載せておきます。以上、芸術をぶっ壊す。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。